テニスやバレーボールなどのスポーツにおいて、ルール上の区切りとなる得点よりも1点少ない、得点以上の得点で同点となった状態を指す。ジュースと呼ばれることもある。卓球やバドミントンでは、ルール上定義された言葉ではないが、相当する用語が存在しないため、一般的に使用される場合もある。英語圏では、単に2のことをジュースと呼ぶことがある。 ソフトテニスでは3から2、ファイナルゲームに、限り6から5、または2から3、ファイナルゲームに、限り5から6の時に、2、ファイナルゲームにおいては5だった選手、組がポイントを取り、3から3、ファイナルゲームにおいては6から6となった状態を、デュースという。ここからはどちらかが2ポイント練習するまでそのゲームは、続く。1ポイント取った側が、サーバーだった場合は、 アドバンテージサーバーとコールし、レシーバーだった場合は、アドバンテージレシーバーとコールする。次に、相手側にポイントが入れば、デュースアゲインとなる。公式テニスでは40から30、または30から40の時に、30だった、プレイヤー、または、組がポイントを取り、40から40となった状態をデュースという。ここからはどちらかが2ポイント差をつけるまでそのゲームは、続く。 1>, 1ポイントリードした側をアドバンテージと呼ぶ。リードされている側に次にポイントが入れば、再び、デュースとなる。またゲームカウントについて、タイブレークのルールを採用していなければ、ゲームカウントが6から6となった後も2ゲーム差が、つくまでセットが続けられる。公式テニスの最長試合は2010年6月21日の、ウィンブルドン選手権で行われたジョン・イスナーとニコラ・マユの試合である。 ウィンブルドンではこの時、最終セットではタイブレークを採用しておらず、最終の第5セットにおいて2日の日没による中断を挟んだ、あと3日目に試合開始から、延べ11時間5分に及んだ末、ゲームカウント70から68で、イスナーがセットを取得し勝利した。この試合だけで12個のギネス記録が生まれた。卓球には、ルール上定義された用語としては、デュースは存在しない。 ただし、相当する便利な用語がないため、会話上では使用されるケースも見られる。この場合、卓球の1ゲームは、基本的には11点を選手した側が獲得する、ことから、10対10、またはそれ以上の点数で同点となった状態を指す。公式ルールによる試合進行では、このような状態においても、各時点での得点をコールするのみであり、 審判が改めてデュースを宣言することはない。卓球におけるゲームの獲得条件は、一方のプレイヤーが他方のプレイヤーに対して、11点以上の得点で2点差以上をつけることであり、10オールがコールされた後、そのゲームを獲得するためには、プレイヤーは1点を取った後、さらに続けてもう1点を取らなければならない。したがって、 10オールから一方のプレイヤーが2点連続で得点できなかった場合はサイドに点差をつけることが必要な状態に戻る。10オールになるまではサーブは二本交代で行うが10オール以後は1本ずつ交互に行う。ラージボールでは10対10、12対12までは従来通りだが13ポイント目を得点した方が勝利者となる。バドミントンにおいても卓球同様に ルール上定義された用語ではないが、会話上使われることがある。バドミントンは21点選手でそのゲームを獲得できるが、20対20になった場合は、延長戦という扱いで2点差をつけた方が、そのゲームを獲得できる。ただし、29対29になった場合は、次の30点目を取った方がそのゲームを獲得できる。なお、現在は、ラリーポイント制であるが、 それ以前の旧ルールでは、セッティングという独自のルールが存在した。それは15点制の場合は13対13の時5点、14対14の時3点のエキストラポイントをセットする。権利が先に、その点に達していた側に与えられる。権利を使うとそのエキストラポイントを選出した方が、勝ちとなる。権利を使わない方を選択すると、 エキストラポイントは関係なく15点選手となる。バレーボールでは、デュースでない場合には、第1から第4セットでは25点、第5セットでは15点を選手した側が1セットを獲得する。したがってデュースは、第1から第4セットでは24対24、第5セットでは14対14、及びそれらの後で同点となった状態を指す。 デュースの際には2点差がつくまでセットが続行される。1988年のソウルオリンピックの後から、ラリーポイント制が1999年に導入されるまでの期間は、全セットにおいて、デュースでない場合は15点選手、14対14で、デュース、そして第5セットを除き、どちらかが17点を獲得した場合は、打ち切りとした。 ファウストボールは1セット11点選手制。ただし10対10でデュースとなり2点差がつくか15点目を選手した側がそのセットを取得する。特に英語圏においてトランプの2の札、サイコロの2の目、2世などの2のことをデュースと呼ぶ場合がある。ありがとうございます。